皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。では本日もですね、原神早速遊んでいきましょう。本日はこちらですね、ガイアと共にこちらの神殿の調査をするんだが、その前にだ、こちらをやっていこうと思います。こちらですね、初心者応援祈願ですね。でこちらですね、なんと、初回の10連 20% オフでノブちゃんがね必ずゲッチュできるみたいなんでな、本日はねこちらを回していこうかと思います。このノエルちゃんですね、まあそこそこ、使えるみたいなんでね、まあ、ダウン系が使えるようなので、まあ、持っててね邪魔にならない存在ということなんで、本日はねこちら、ゲッチュしていこうかなと思います。まあ、ここら辺ですね、ウェンティとかね、はい、ジンさんとかね、ディルックとか、まあここら辺は、今のところ最強キャラにそれぞれなってはいるんだけれども、まずはね、こちらノエルちゃんをゲッチュしようと思います。では早速行きましょうかね。必ずあなたをお守りします。いやー美しいですね。うー、おや、まずはリアリティさんの剣が入りましたね。飛天なんちゃらだ。さて次はユミゲッチュ、こちらも星さんですね。はい、また弓だね。でこれ追加報酬という形でスターダストもねゲッチュできるみたいですね。これは竜殺しの、これなんて読むんだろうな、英傑なんて読むんでしょうね。弓が多いな。よし、剣が入った。レーバまた本だね。そして最後はノエルちゃんだね。星4ゲッチュできましたということですね。はい、おや、これなんだ。またよくわかんないもの入ったね。よーし、いいですね、素晴らしいな。ノエルちゃんだけ、キャラクターはノエルちゃんだけですね。あとは全部武器になるのかな。はい、 OK ですね。こちらノエルちゃんだね。ちょっと見てみましょう。はい、攻撃力39、防御力67。あー、いいですね。メイドさんですね。やっぱこのゲームこういうキャラクターも可愛いからいいよね。素晴らしいですね。スターダスト合計で135ゲッチュできましたということですね。はい、でここら辺のガチャに関してはね、またあの、動画で別撮りやっていこうと思いますのでね、お楽しみにしていてください。特にこのジンとかね、ジンさんとかディルックとか、ここら辺はね、ぜひゲッチュしたいなと思いますんでね。あとピックアップガチャとしてこちらのウェンティですね。でこれあの今イベントで使いますよね。で私も使ったんだけど、確かにめちゃくちゃ強いね。はい、なので、まあ、このウェンティのガチャにするか、こちらのガチャにするかね、ちょっと今迷ってるんだけれども、まあね、ちょっとおいおいここら辺もね回していこうかなと思います。はい、ということでね、本日早速、新しい神殿の方ですね、進んでいきましょうか。はい、こちらがノエルちゃんですね。両手剣だ。はい、こんな感じだ。なので FF7 のクラウドみたいな感じですよね。よーし、よーし、じゃあ早速ノエルちゃんでいきましょう。オープン。さてと、推奨レベル5なんでね、まあ余裕なんじゃないかな。で次のレベルになると25か。これはまだ無理だな。よし、まずはこっちだ、行きましょう。パーティーもこれで OK だぜ。さてと、ここが次の神殿のようだな。さて、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。ガイアさんだね。よーし、オッケーだ。ガイアさんはね、氷を使うんだよな。こんな感じでね。はい、これ。そしてこれで凍らせることもできる。さあ、行きましょう。ガイアさんも今、イベントで使えるんだよね。よし、行きましょう。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なるほどな、了解だ。なんでわかるんだ。け、魔物が水分を含んだ環境にいると湿潤効果が付与される。氷元素の水元素を凍結させられる特性を利用すると簡単に魔物を制圧できる。剣だ。素晴らしい。長年後こんな感じだね。経験ない。よし、
いいですね。でこのガリアさんね、私もイベントで使ってみたんだけど、こいつはかなり使いやすいですね。はい、確かレアリティは星4だったかな。旅人、お前は神の目を持っていない。よし、そうだろ。こっちは特に何もないが、どうやって元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。よし、アイテムゲッチュ。おや、宝箱あるじゃないか。よし、アイテムよこしな。槍ゲッチュ。さあ、どんどん行きましょう。お前って本当にせっかちだな。よし、これ凍らせるんじゃないか。そうだな、氷元素を使用してコアを停止する。了解。こいつはどうか。よし、肩を横しな。なに、この野郎。オッケー、いいですね。なに、ちょっと待て。よし、ノイルちゃん、こいつは次使ってみようかね。はいよ。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。よし、了解だ。飛べばいいんだな。うぅーうぅーはははははうぅーいかんいかん、最高に楽しいな。ドラー、素晴らしい。さて、ここでいいんだな。オープン。よし、さて、お前は強いのか。うん、ちょっと待って、ノエルちゃん使ってみたいからな。うん、どうだ、この野郎。任せてください。これはなんだ、どうだ。あー、確かに攻撃はすごい大振りだな。よし、オッケーだ。さて、じゃあガイアさんに帰るかな。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。これだよね。水元素だ。これで火は消せるよな。うん、そうだ、鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。よし、そんなものはいらん。やっやっ、こいつはどうだ。こいつはどうだ。うん、よし、さて、オッケーだ。で、この経験値がね、かなり重要らしいんでね、キャラクターをある程度ゲッチュしてから、厳選してね、経験値を使うようにした方がいいですね。よし、オッケー。大根ゲッチュ。いやー、おでんが食べたくなってきましたな、時期的にね。ちょっと待て、こいつはなんだ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。水底の棘のせいでこの水域はとても危険なものになっている。泳いで通ることはできません。なるほど、凍らせればいいわけだね。行くぜ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。よし、簡単だな。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。代理団長だな、両会社。さて、どんどん行きましょうか。いやー、まだ序盤なんでね、サクサク行きますな。よーし。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。この上から目線が。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。よし、オッケーだ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。了解だ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。
悠長、もう速攻だな。イルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。あらららら。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそんぞ。おや、イケメン登場。こいつは例の最強キャラかな。ディルックか。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。よし、オッケーだ。最後に登場したのがおそらくディルックですね。最強のキャラの一角だな。よし、オッケーだ。いろんな武器もらいましたね。ちょっと待って、早速見てみましょうかね。よいしょ。あ、どうやらガイアも正式に仲間に入ったみたいですね。もう使いますね。さてと。我が剣、レアリティ今4だからね。さっきガチャやった分もあるからな。これ真剣。水と氷の羽です。まあ、しかし今の私の武器の方が強いよな。どうなんだろう、でも攻撃力とかは一緒なのか。そうだね。どうなんだろう、これは。うん、元素チャージ効率 11.3% だ。これもいいよね。攻撃力と移動速度プラス 12%、 減速時間 15%。 なるほど、いろいろこういったところも使った方がいいかもしれないね。これは、うん、お、基礎攻撃力40、攻撃力 6.4% 上がるんだ。うん、なるほど、元素または元素入手を獲得したら HP を 1% 回復か。なるほど、ちょっとこいつに変えてみよう。正解。よし、お前に決める。ここら辺の確認まだないよ。ここら辺もまだ関係ない。よし、ガイア、よし、ちょっと待って、ガイアもこの辺やらないと。しかし、まずはね、何だ、まあ、とりあえずあるものを簡単にはめちゃいましょう。で、武器が今こちらを装備してる。で、ダメージ23だから、ね、かなり低いね。もしだったらこちら装備しようかな。よし、さあ、行きましょうかね。いいですね、仲間が4人になりましたね。よいしょ、じゃあ次のところ行くぜ。で、どうやらこのゲームですね、ミッションが複数あるみたいなんでね、メインストーリー、あとは、キャラクターごとのミッションですとかね、いろんな項目がありますんでね。で、そういったのをクリアして報酬をゲットしていくっていう感じみたいですね。はい、よいしょ。なんだちょっと、おい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 、なんなんだこいつは。いかん、全然食らわんな。ちょっと待て、ガイアに変わるぜ。よし、これこれ、まあでもこいつ氷属性だからね。アンバーちゃんに変える。頼んだわよ。どうぞ、狙い撃つ。はや、よーし、やはり食らうようだな。どうだ、めんねしな。よし、オッケーだ、素晴らしい。よーし、さあ行きましょうかね。次は向こうみたいなんでな。イグサ、ちょっと待て。よし、そしてミッション見る欄はこちらですね。はい、ここで見れますんでね。はい、でこちら魔人任務、これがつまりメインストーリーになるわけだ。はい、そして伝説任務、依頼任務というかね、あとは世界任務もあります。この4つのミッションがあるわけですね。さあ行きましょう。これちょっと待って、フラグ切っちまったら私としては。いね、かなり遠いな、向こうまで行ったらいいんだね。よし、うん、さあどんどん行きましょう。あそこだな。よし、風たちもち、できる限り序盤はね、いろんな敵さんを倒していった方がいいみたいですね。はい、よいしょよいしょ。さあどんどん逃げましょうか。こいつも氷属性だな。どうぞ、風と共に去れ。おとなしくしよう、これ。よし、いいですね。よし、おねんねしな、アイテムゲッチュ。よし、さあ行きましょう。キャラクターを瞬時に変えれるっていうのはいいよね。ここら辺は ストレスなく遊べるって感じかな。よし、私も今ね、団体やってるんでね、このガイアみたいなこういう感じです。髪型が全然違う。リスさん発見じゃ。悪いな、ごめんね。生き残るためなんだ、申し訳ないな。頑張れるか。よ
そうだったね、これ登れるんだね。忘れてましたね。よいしょよいしょ、クリフハンガーなんで落ちれないよ。ちょっとやってくれたね。よし、だから体力回復しながらやらないとダメなんだよね。よし、まもなく目標地点。よし、あそこな。よ、元気か。めっちゃ食らうね。これ大したことないな。ここですね。ここ次の神殿だ。お、リサちゃんだったっけな。色っぽいな。あら、かわいい子ちゃん。かわいい子ちゃんですよ。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。いや、フジコちゃんみたいだね。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。いや、お姉さん大好きなんでね。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。どうやらこのリサちゃんのね、別の任務もあるみたいなんでね。アイテムゲッチュ。外でも元素の乱れによるざわめきを感じるわ。早くこの神殿を取り戻して気分をすっきりさせないとね。了解だ。よし、さあリサちゃん行こうか。オープン。よし、さあ行きましょうかね。推奨レベルは5だ。簡単すぎるな。よし、ミッションもこれで問題はねえ。さて始まりましたな。さあ今回はノエルちゃんで。よいしょ。私も少し本気を出そうかしら。いやー、いいですね。リサちゃん使える。お、リサちゃんが使えるぜ。どんな感じ。それ。おー、いいね。おお、雷属性なんだね。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。いやー、お姉さん、そこには行ける。何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。いかんな、この服装見とったら戦闘に集中できんな。え、こっから降りたらいけるんじゃないかこれ。よし、さ行きましょう。リサちゃん強いかな。この風を使って上に行きましょう。うん、ちょっと待って、壊せんな。ちょっと待て。よし、キャベツゲッチュ。そして宝も発見した。お、訓練用の大剣ですね。よし、アイテム回収。どうやら基本的にアイテムは隠されてるようですね。さて、リサちゃんは、リサちゃん、リサちゃん、私はリサちゃんが L1 さんだね。よし、リサちゃん行きまーす。見てください皆さん。うお姉さん大好きだぜ。おお、かっこいいな。あ、リサちゃんが本を使うんだね。了解だ。これは、よし、オープン。ちょっと待て。あ、ため攻撃でこれが出るんだね。了解だ。よーし、アイテム回収じゃ。アイテムどんどん出ますね。お姉さんの前に立つんじゃない。お姉さんに任せて。お姉さんに任せなさい。しびれなさい。よし。あ、すごいね。かっこいい。ラインじゃ。よし。オープン。雷元素。ということは私も出ます。よし。さて、足元に注意。了解だ。よし、20秒以内だな。かっこいい。押し置きだ。ため攻撃でこれか。よし。リサちゃん強いじゃん。確かにヤッキーは4だったっけな。よし、さあどんどん右行きましょう。よし、さてと逃がさんで。あかれ。よし、なるほど、雷だからね。そりゃそうだ。よし、しびれちゃいな。よし、よし、また風だな。上がっちゃうで。いいですね。当たれ。だって、しびれろ。よし、悪いな。
ちょっと待って。おお、かっこいいな。しびれろ。リスちゃんめっちゃ強いじゃないか。いいね。リスちゃん気に入ったな。よし。私の首にある宝石が何かって？あー、これ綺麗だね。うん、そう、本気で聞いてるの？これは神の目よ。神の目？さよなら。選ばれた人間は勇者の力を引き出すための装置ね。しまったな。あ、ちょっと何やってる。あー、皆さんも気をつけてね。さあ、こっから行ったらいいんじゃないか。よー、美味しいですね。よし、どうやらこういう下にあるところには落ちれないようだね。よし、よーし、オッケー。うー、なるほど、こういう感じでさ、どんどん難しくなってくるんだね。知らないなんて、あなた一体どこから？私、名古屋から参りました。突然、命力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。いやー、いいですね。このしっとりした声がいいよね。さてと、ちょっとビリビリさせる。休めると思ったら、がぜんやる気が湧いてきたわ。オッケーだ、高間ちゃん。東風の竜、トワリン、南風の獅子、ダンディライン、北風の狼、ボレアス、西風の鷹、セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。いや、何を言ってるかさっぱりわかんないな。トワリン、それが風魔竜の名前よ。とわりね。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のとわりんだった。四方の風の中でとわりんがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。彼はどうしてそこまで？多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。よいしょ、とりあえずクリアだな。よーし、オッケー、ミッションクリア。さあ、撤収じゃ。帰りまーす。よーし、天気が晴れましたな。すがすがしい。いいですね。晴天じゃ。はぁ、やっと全部片付いた。いやー、間違いねえな。これで、モンドの元素の流れも、地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。よいしょ。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。え、何のこと？全然わからん。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。いや、ごめんね、全くわかんないな。よし、序章第1幕完了だ。そして序章第2幕だね。どうやら次は冒険ランク15まで上げないといけないみたいだね。よし、よーし、オッケーだ。これで探索エリアがさらに広がったということだね。はい、オッケー。ガイアの難題、ガイアと会話をする。ガイアさん、ここにいらっしゃるけど。これじゃダメ。ちょっと待ってな。見ていいかい？ちょっと待って。ミッションめちゃ増えてる。めっちゃ増えてるミッションが。これがメインでしょ？はい。そして伝説の任務もあると。世界任務もありますな。
はい、ということですね。ここら辺をクリアして、冒険にも上げてくっていう感じなんだね。これ、リサちゃんは？随分と長いしたな。そろそろ体を動かさないと、カビが生えちまうぞ。いや、カビは生えなくてもいいんだが。あ、リサちゃんも入ってますね。よーし、オッケーだ。いいですね。さあ、問題は誰をクビにするかだな。ちょっと待って、これって4人までしか入れれないんでしょ？どうしような。まあこれクビにするとしたら、アンバーちゃんか、ノエルちゃん。でもノエルちゃん今日引いたばっかだもんね。かといってガイアちゃんとリサちゃんはもう採用決定だしな。短パンかな。短パンすぎるもんな。短パンすぎるんだよ。もうちょっとね、長いズボン履いてくれたら採用かもしれないけどね。はい。ではね、本日ちょうどいい時間になりましたんでね、今日はここまでにしましょう。次回もですね、原神動画アップしていきますんで、ぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。その他ですね、ガチャ動画も今後、アップしていきますんでね、こちらの方もチェックするようにしてください。そんじゃお疲れさんでした。またな。